パサーとして、そして、ミッドフィルダーとして、デブライネとベッカムは本田さんから見てどちらが上だと思いますか？もしかそれ以上の選手いますか？全然タイプが違うんで、もう比べるコメント難しいですね。総合的にはデブライネ。でも、やっぱああいう、フリーキック、クロス、右、ポジションの違いじゃないから、ベッカムどっちかって言ったらもう僕の中で右のイメージなんでね、442の。Please follow it! Follow it!